はい、皆さんこんにちは、巨人 .com です。今日はですね、少しいつもとは違うテンションで、今流行りのですね、このチャット GPT、 これを使ってですね、動画を作っていきたいと思います。内容としてはですね、チャット GPT、 皆さんもご存知の通り、今ですね、本当にすごい勢いで話題沸騰中という言い方をしておりますけれども、もう世界を変えるのではないかと言われるぐらいのテクノロジーの登場と言われてますね。あるテキストを打ち込むと、それの回答をですね、この人工知能ですね、 AI が回答してくれると。で、その精度が驚くほど高いというふうに言われている最新のテクノロジーというのがこのチャット GPT だと思います。そのですね、チャット GPT にこのような質問をしていました。読売ジャイアンツの魅力とはと、テキスト入力した時にですね、これどんな回答が来るのかというのをですね、少しこれは興味本位ですがやってみましたので、それをですね、この後お届けしたいと思います。まあ、我々ジャイアンツファンからしたらですね、魅力あふれるチームですが、客観的に人工知能がどのように答えてくれるのかというのがですね、非常に私的には興味がありましたので、早速ですね、ご覧いただければと思います。どうぞ。読売ジャイアンツは日本プロ野球の球団の中でも最も人気が高く、多くのファンを魅了しています。その魅力の一つは長年にわたる球団の歴史と伝統です。創設された1934年から数々の名選手や名監督を輩出してきました。特に長嶋茂雄や大貞治、高橋由伸など数々のレジェンド選手を輩出したことは、野球ファンにとって忘れられない瞬間となっています。また読売ジャイアンツは優れた選手育成システムを持っており、多くの有望な若手選手が所属しています。そのため野球ファンは新しいスター選手を発掘するためにも、読売ジャイアンツの試合に注目することができます。さらに読売ジャイアンツは東京ドームという野球場をホームグラウンドとして使用しています。この球場は多くの人々が一度は訪れたいと思うような野球の聖地の一つとなっています。以上のように読売ジャイアンツは数多くのレジェンド選手を輩出し、若手選手の育成にも力を入れ、魅力的なホーム球場を持っていることから、多くの野球ファンに愛される球団となっています。はい、いかがでしたでしょうか。これは結構ですね、まあ、客観的かつすごくね、簡潔にまとめてくれているので、本当に何も知らない人からするとですね、非常に分かりやすくまとめてくれているなという印象です。かつですね、まあ、若干違和感があるところがありましたけれども、まあまあ的確な回答という言い方ができるのではないかと思います。何かですね、全く知らない、野球を知らない人に何かこの読売ジャイアンツの魅力について教えて差し上げる際にはですね、ぜひ参考にしてみられてはいかがでしょうか。ということで、本日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。